新潟地方気象台によりますと、暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発となるため、県内は大気の状態が不安定になる見込みです。明日昼前にかけて雷を伴い、1時間に30ミリ以上の激しい雨の降るところがある見込みで、明日朝6時までに予想される24時間降水量は、多いところで上中下越で150ミリ、佐渡で100ミリ。その後、あさって朝までの24時間降水量は、上中下越で50ミリから100ミリ、佐渡でおよそ50ミリの予想です。明日夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。